アファーナシ・セメノビッチ・ロゴイッツ・アファーナシ・セメノビッチ。ロゴイッツは、ロシアの植物学者、地質学者、古生物学者である。サガン・ウクライナ地域のロゴビの貴族の家に生まれた。セーウラジーミル大学で自然科学を学び、1838年に学位を得た。キエフの中学校で数学の教師をした後、1843年にドイツ、イタリア、スイス、 フランス、イギリス、スウェーデンに地質学、特に鉱物学を学ぶために留学した。1847年から母校で教え始め、1852年に教本館と植物園の監督となり、1850年に鉱物学とウクライナの化石魚類の研究論文を完成させ、1853年に博士号を得た。1853年に、 ウクライナの植物賞のために調査旅行をし、1855年からセイウラジーメル大学の植物学の准教授となり1868年に引退した。ロシア帝国鉱物学会やキエフ自然科学社会の会員を務めた。キエフ地域の植物に関する論文、古生物学や地質学、考古学に関する多くの論文を執筆した。 南ロシアやウクライナでの植物の現地名の辞書を作ったことでも知られる。1862年に、キエフ地域の化石魚類の研究で、デミドフ賞を受賞した。ローガンは、植物の学名で命名者を示す場合に、アファーナシセメノビッチロゴイッツを示すのに使われる。ありがとうございます。